ヘンリー・ジェームズはアメリカ生まれでイギリスで活躍した作家、小説家、英米心理主義小説、モダニズム文学小説の先駆者としても知られる。兄はプラグマティズムを代表する哲学者、ウィリアム・ジェームズ。イギリスをはじめヨーロッパ各国を訪問し、ヨーロッパ的な視点とアメリカ人としての視点を持ち合わせ、国際的な観点から優れた英語文学を多く残した。 19世紀から20世紀の英米文学を代表する小説家である。ヘンリー・ジェームズは1843年にニューヨークで生まれた。父は宗教哲学者ヘンリー・ジェームズ、母はメアリー・ジェームズ。一つ年上の長兄は哲学者として巧妙なウィリアム・ジェームズ。ジェームズ家はアイルランド及びスコットランド系の移民の家柄でアイルランドから移民であった。 ヘンリーの祖父は事業に成功し、一代で富を築き上げたため、非常に裕福な家系であった。父は教育上の方針から、息子らと共に幾度となくヨーロッパへ旅行して、見聞を広めさせている。すでにヘンリーが生後6ヶ月の時に、兄と共にイギリスとパリを何ヶ月も旅行している。この機会のみならず、少年時代より何度もヨーロッパとニューヨークを行き来しており、 生涯全体ではヨーロッパ滞在時期の方が長い。この頃から各国の文学に親しむ。19歳の時にハーバード大学に進学するが1年で中退する。その後、ロストンやその近郊のケンブリッジに住む。1865年に短編小説ある都市の物語を執筆する。1871年に長編。 好権人と非公権人を発表する。1875年に、諸女出版である、情熱の巡礼、その他を出版する。1876年に、ロンドンに居住し、以降死去するまで40年近くの間、活動の拠点をロンドンに移す。ヨーロッパに拠点を移した後も、パリやイタリアへ、幾度なく訪問している。1877年に、 アメリカ人を出版する。ヨーロッパ的な視点とアメリカ人としての視点を合わせ持った優れた評論、小説をいくつも発表する。1878年には代表作の一つ、デイジー・ミラーを発表する。1879年には国際総話を発表し、一躍有名小説家になった。1881年に長編、ある婦人の肖像を発表。 代表作となる。また進行も広め、モーパスさんやフローベール、ゾラ、テニソン、ジョージ・エリオットらを知る。1889年頃から劇作にも打ち込むようになるが、失敗に終わった。1898年にライのラムハウスに移住し、定住する。この年、ネジの回転を発表する。この頃から、心理主義的な作風が多くなる。 1901年に長編、死者たち。1903年に長編、鳩の翼。1904年に黄金の杯をそれぞれ発表する。後期を代表する長編小説となる。1905年に20年来訪れなかった祖国アメリカへ帰国。ニューヨーク版といわれる自身の全集。ヘンリー・ジェームズ全集の出版に取りかかる。 前週の観光は1907年から始まり、没後の1917年に完結した。晩年は、健康が衰え、1915年に、アメリカが第一次世界大戦に参戦しないのに号を、にやし、同年7月26日に、イギリスに帰化するが、同年暮れに、脳卒中と肺炎を患い、重篤に陥る。1916年1月に、メリット勲章を受ける。 同年2月28日に死去した。72歳であった。死後は、祖国アメリカのボストン郊外、ケンブリッジのジェームズ一家の墓に葬られた。ありがとうございます。